こんにちは、大園桃子です。今回はじゃーん、見えますか？見えるかな。最近私の大好きなマクドナルドを買ってきました。この私の好きなランキング5つを今日は食べていきたいと思います。4年前ぐらいとかは全然マクドを食べることなくて、あんまりね、マクドが好きっていう感じもなかったんですけど、まず最初にナゲットを克服じゃないけど、ナゲット食べられるようになって、その次にポテト食べられるようになって、今ハンバーガー食べられるようになって、最近すっごくハンバーガーが大好きで、そのハンバーガー大好きになってマクドをねよく食べるようになったんですけど、なので今回私の好きな5つをご紹介していこうかなと思います。はい、あ、これはランキング痛いですが、いつも爽健美茶の L を飲みますあとね、今日はね、ポテトも、本当はポテトもね、いつも L なんだけど、今日はちょっとたくさん食べるから S にしました。これもね、ランキング外です。もう絶対に必要って感じでは、じゃあ第5位からいきます。第5位は本当に最近は好きってなった感じのものです。第5位はこちらの箱になります。わかるかな？あ、これ書いてんのかな？書いてるね。第5位はこちら、フィレオフィッシュフィレオフィッシュになります。イエーイ。では食べていきたいと思います。早速いただきます。でもね、今日今ここで全部食べきろうとすると、多分最後まで1位まで食べれないと思うので、後からね、また食べる感じにしたいと思います。あー、嘘、食べちゃうかも。いただきます。おいしい、おいしいんだけど。最近寒くなって世界を大好きになる。私はなんか新商品とかあんまり挑戦しないタイプなんですけど、だからなんか一回気に入ったものがあると、もうずっとそればっかりになっちゃう、んだけど、ある日ねある日突然このフィレオフィッシュにね、食べてみようかなって思ったの。その最初はその今1位、後で紹介する1位のハンバーグがすごく好きになったんだけど、ある日突然フィレオフィッシュを食べてみようって思って食べたんだよ。そしたらすごい美味しかった。ポテト美味しい。ポテトはしなしな派ですか、カリカリ派ですか？私はカリカリ派。でも、あんまりカリカリのポテトって出会わないから、今日もちょっとしなしな派、しなしな派じゃない、しなしななんですけど、まあ、どっちも美味しいんだけどね。これ食べるだけの動画なのかな。たくさんお話ししながら食べる方とかもいるじゃないですか。話す内容がないわけじゃないんだけど、ないんだよね。ないわけじゃなくて、ないんだよね。一人で会話するのって難しい。あの、乃木坂にいた頃とかに、乃木曜日配信とかだったら、ファンの皆さんが送ってくださるコメントとお話しするじゃないですか。でも YouTube ってずっと一方通行ですぐ黙っちゃう。じゃあ半分ぐらい食べたフィレオフィッシュは
また後ほど食べたいと思います。はい、続きまして第4位の第4位はじゃん、プチパンケーキです。これね、すごい大好きなんです、プチパンケーキ。でも4位なんだけど、ジャムがついてくるんですよ。リンゴだったかな、リンゴっぽいジャムがついてくるんですけど、私はこれをこのまま食べるのが好きです。うん、美味しい。なんか蜂蜜かけても美味しいんですけど、でもプレーンがね、素朴で美味しい。これね、今2枚食べたから 2,3,4,5,6,7 7枚入ってるから、ハンバーガーともう少し足りないって時とかにすごいちょうど良いのではないでしょうか。朝マック行ったら、今日は朝マックじゃないから朝マックの商品はないんですけど、朝マック行ったらプチパンケーキじゃなくてパンケーキだっけ、ホットケーキだ、大きいの方があるの。それは蜂蜜とバターが、バターマーガリン、蜂蜜とバターかマーガリンがついてくるんだけど、それも大好き。残しといて後で食べます。学生の頃とかさ、全然マクドとかにあんまり行かれなかったのに、お友達と遊びに行ったりするじゃないですか。遊びに行った時になんかとお友達はね、マクド食べたりしてたんですよ、フードコートでね。でも私はうどんか、うどんが一番多くて、2番目は銀だこ。その時はね、全然ねマクドにね興味がなかったんですけど、もうここ最近ねマクドが好きすぎて毎日ね食べちゃいそうになるけど、さすがにあんまり良くないかなと思いながら我慢してました、ここ最近。うん、ポテト食べるのいっぱいだから S にしたけど、ポテト S ってなんかすごい寂しい。続きまして第3位、じゃーん、マックナゲットです。で、ソースが、あ、もう開けちゃった、マスタードです。私はいつもいただきます。うん、おいしい。全然髪の伸びるスピードが遅い。去年の、去年じゃないか、今年か、年明けぐらい、2月ぐらいに多分このぐらいにして、今やっとね、こんぐらい伸びてきたんで、もう早くね、こんぐらいまで伸ばした。肩の位置だから跳ねるし、まとまらないし、美味しいね、チキンナゲット。3位はチキンナゲットです。あれ、あ、思い出した、今2位の商品がないじゃんって思ったんですけど、持ってきたいと思います。第2位はじゃじゃん、あ、見えないね、マックフルーリー超オレオ、超オレオの方です。普通のマックフルーリーオレオじゃなくて、マックフルーリー超オレオ、これがね、すっごく大好きなんです、私の2位は。食べよう、いただきます。おいしすぎ。マックフルーリーとオレオは、オレオの量がね、わかんない、 2、3倍、どっちかわかんないけど多いの。これがたまらないんだよね、オレオがちょっとねほろ苦くて、アイスが。食リポできないんだった、できないのに始めちゃった、とんでもない。じゃあ一旦ここまでにして、私のマクドの一番大好き1位を発表したいと思います。その1位はじゃじゃん、チーズバーガーです。でもこれは普通のチーズバーガーではなくて、なんとケチャップとマスタードとオニオンとピクルスを抜いたプレーンのチーズバーガーです。このね、プレーンがすごく美味しいの。入ってるのは、あ、汗かいちゃってる、開いてあげてた方がいい、あ、チーズ開くない。これ入ってるのはハンバーグとチーズだけ、ハンバーグとチーズをパンで挟んだハンバーグになるこれがね、本当に美味しくて、ちょっとね、ペッパーがかかってるんだけど、まあ、それがね、いいアクセントになって、なんかシンプルな味だからね、また食リポしようとしてる。
できないのに。まあ、とりあえず美味しいんです。いただきます。めっちゃ美味しい。たまらん。これがめっちゃ美味しい。ケチャップとかね、マスタードとかソース系を抜いたら、え、美味しくないじゃんって思われそうでしょ。でもね、めっちゃ美味しいの。顔にね、猫の毛がついてるんだと思う。だからずっとポチョバイ。このチーズバーガーのプレーンにハマりすぎて、一気に2つとポテト L とみたいな食べ方を、あんま良くないですけどね、しちゃったりします。ごちそうさまでした。1位チーズバーガーは全部食べました。他残ったのはこの後ゆっくり食べていきたいと思います。こんな感じで、5位はフィレオフィッシュ、フィレオフィッシュ合ってるか、で4位がプチパンケーキで、3位がナゲットで、あーダメだよ、で2位がマックフルーリーチョオレオで、1位がチーズバーガーのプレーンでした。何個か前の動画でミスタードーナツの私の好きな5つをご紹介したんですけど、その時ね、同じものをね食べてくださった方が多かったみたいで、コメント見た感じなので、今回もぜひ私のおすすめ5選を食べてみてください。はい、今日の動画はゆるゆるでしたが、こんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。映ってる？頭が映ってる。